どれ？スーパーで買った方が安いです。どれどれ？これの方が別なし。サイコロが売ってる。いやもうなんかホテル帰って食おもうホテル帰って食おう。まかったら買おう。送ろ。本当や。あ、まあまあだ。タイのまあまあ。そうそう。すごい。あ、美味しそうでしかない。グリーンカレーだ。グリーンカレー、もうパパヤに縁なくていいや。これ何？なんか私のあまり好きではない。あ、そうなの。キャラクターがキャラクターが、これ大丈夫？普通のお茶？これは普通の日本語です。うわ、ヤンヤンつけばやば。日本でもあまり見なくなった。こんなところでお茶買いたいな。台湾で有名な、そうだね、阿部寛がちょっとこっち見てるんですけど。こっち見ない。これこれこれ知ってます？台湾で有名なアップルソーダ。うん、これがね、うまいらしいんですよ。らしいんですね。そう、今か今じゃないんじゃない。うまいらしいんだよ。なんか誰か言ってますよ。いや今なのか。いやダメ、今じゃない。これ気になる。甘いんだ。え、すごい。え、なんかいいじゃん。あ、101だわ。タワー109じゃないわ。101だわ。タワーの水、タワーの水です。これいいな。本当だ、不思議系。私このボトルがなんか純粋粉、ね、ちゃんと調べた方がいいかも。なんかね、どれかがすげえ美味しいけど、どれか全然欲しくないって見た。リプトンのようです。あ、リプトン、うん、タツに混沌のトンでリプトン、へえー、かわいいパッケージ。パパイヤミル、スイカミル。本当だ、パパイヤ好きなんだね、みんなね。そっかあ、これ好きなんだよね。めっちゃ甘いけど、そう、これ日本で売ってないんですけど、一回箱買いして帰ったことがありました。美味しい。スタバの普通のコーヒーなんだけど、瓶で売ってないんですよ、日本って。うん、瓶で売ってなくて。あ、もうマッサージしたい。足痛い。足痛いし、もうなんかすっごい汗かいて臭そう、自分の足が今。なんかそうなんかね、あるよね。結果ジャストスリープは何屋さんなの？ジャストスリープは何屋さん？あ、マッサージだわ。この足養生、足マン養生なんじゃーらい。でもよかった。